チャレンジャーから放出されるパラパ B1 パラパはインドネシアの商業通信衛星シリーズ。パラパ衛星の計画はインドネシア政府がボーイング社と2機の人工衛星に関する契約を交わした1975年2月に始まった。なお、パラパという名前は1975年7月にスハルト大統領によって選ばれた。 ボーイング衛星システムが製造し、アメリカのウェスター1号やカナダのアニク衛商業衛星と同一の設計だった。12本のトランスポンダーを搭載し、平均容量は音声回路6000本か、同時式、カラーテレビジョン12チャンネルだった。衛星の形状はアンテナ含めた、高さが3.4メートル、直径が1.9メートルの円柱型だった。 打ち上げ時の重量は 574kg。パラパビーニの放出、パラパビーニの回収、パラパビーニを回収した後、デールガードナーは、売り出し中の文字を掲げた、パラパエ星の2世代目。ヒューズスペースコミュニケーションが設計、開発した。運用者は、インドネシアの国有会社、テルコム。パラパエシリーズと比較して2倍、大きく。 2倍の容量、4倍の電力を持っていた。太陽電池を搭載した円筒型で、アンテナは打ち上げ時には畳まれていた。赤道上の静止軌道に投入された後にアンテナを立ち上げ、外部太陽パネルを展開した。計4機が製造され、5度打ち上げられた。B シリーズ2機目となるパラパビーには1984年2月に、スペースシャトルチャレンジャーによって打ち上げられたが、 ペリジモータの失敗によって適切な軌道への投入に失敗した。1984年11月ディスカバリーのクルーが船外活動によって B2 を回収、保険業者のために地球に持って帰った。その後ヒューズ社が衛星を回収して結果的にインドネシアに売り戻された。この衛星はパラパ B2R として1990年4月に 再び打ち上げられた。パラパ B2P は1996年にフィリピンのマブハイサテライトに所有権が売却され、フィリピン最初の衛星となっている。パラパ衛星の3世代目。運用者はサテラインドである。8ヶ月のコンペの後、1993年4月にヒューズスペースコミュニケーションが選ばれ、衛星バスは HS-601 が使用された。 組み立ては、ボーイング衛星システムのエルセグンド工場で行われた。パラパシー1に、電力異常が発生し、バッテリーの蓄電能力が失われた。これによって予定していたミッションを遂行するのは、困難として、保険金の支払い要求が通り、衛星は保険者に渡った。ヒューズグローバルサービスが衛星を得て不完全ではあるが、一定の能力を回復させた。 その後も運用者が変わり、衛星の名前もパラパ C1 から HGS3、アナトリア1、パキサット1と変わっていった。インドサット社は2007年7月に、パラパ D 衛星の製造と打ち上げをタレス・アレーニア・スペースに依頼した。衛星バスはタレス・アレーニア・スペースのスペースバスマイナス 4000B3 を使用し、24本の C バンドトランスポンダ、11本の 拡張 C バンドトランスポンダ5本の空バンドトランスポンダを搭載しインドネシア、東南アジア諸国、中東、オーストラリアなどに衛星通信やテレビ放送などを提供する運用寿命は15年を予定していたパラパディの製造及び打ち上げコストは2億から3億ドルとされるインドサットとタレスアレーニアスペースは共同でパラパディの打ち上げ機として 中国の調整3号 B を選択した。2009年8月31日に、最小衛星発射センターから調整3号 B によって打ち上げられた。しかし3段目の2回目の燃焼に失敗し予定した。軌道への投入には失敗した。衛星は、その後軌道、マヌーバを繰り返して予定していた、静止軌道に移動したが、 燃料が減少したため海を寿命は10年前後に減少した。ありがとうございます。